ね、まだファンタジーな感じでしょ。これだったらヌードでも大丈夫よね。なんてね。ここがね、この辺がまだね、その、ふわふわしてる。前、バーンって、ね、パンチしたときに、こっち、ここに塗ったから、あの、旧約聖書にもあるでしょ。あれあれ。ね。これ塗ってたら大丈夫。ね。あ、出エジプト記かな。あれと同じ理屈やからね。こっちのバーンってパンチの、こっちを塗ったから、おつじきは過ぎ越せるってことなんですよね。皆さんも自分でパーンってパンチして、自分のその機材をね、端末をね、このパソコンなり、ノートパソコンなり、タブレットなり、スマホなりをね、で、よくすり込んどくこと、そのカメラ、カメラ部分、なんでしょ、撮影できる部分、その丸い穴かな、そこ塗り込んどくこと、じゃあこんな風にふわっとなるから、過ぎ越せるからね。で、その、実際ですね、ヌードはもうちょっと関係ないから、今ね、ヌードなんかしてへんし、大事。ね、勘違いしたらあかんでもいいよな。で、ちゃんとその Google から謝罪が来たで、ね。あなたのよく精査したらヌードじゃありませんでしたって。どう見てもヌードちゃうやんか。な、ね。もうだから、復元したって書いてあったかな。削除しましたけど、復元しましたって書いてあったかな。全部復元されたのかな、過去の。大変やな、それ。まあ、しゃあないよね、それは。こっちも管理できへんし。さて、ね。その、ハッキングのお話なんですけどね。実はその、例えばこれはもう5年前の、2015年の機種なんですよ。で、ハッキングの余地がないのよね。ハッキングしても大してで、ね、ウイルス、コンピュータウイルスが働かれへんねん。古典的なハッキングしか受けへんねん。昭和のハッキングしか。ギガ足りひんよ。うん、ギガは足りひんよ。でもそんな大変なことせえへんもん。ノートパソコンやし。ね。ノートパソコンでそんな重たいこと、しんどいことさせるんですか？めっちゃ弱いねんで、ノートパソコンって。ね。デスクトップならともかく。十か。そんな大変なんやって、どうせゲームでしょ？ね。それやって専用のゲーム機でやりや。任天堂とかソリーとかいっぱい出てるやん。あっちでやったらいいねん。あっちでも、MMO とかあるんでしょ？それね、そっちの面白いって絶対。専用のゲーム機の方が。日本には世界有数のゲーム機メーカーがあるんやからね。どうしてもゲームしたかったらそっちやったらいいの。そっちの面白いって絶対。で、それでも足りひんやん。だからハードディスクがあるやんか。な、そこへ取ったしまいやん。いっつもそんなん使わへんねんし。な、そのくらいスマホは常に。でもないけど、その、買い替えるタイミングが必ず来るでしょ、スマホの方は。電話の一種やから。ずっと言ったのやろな。でしょ？そっちを勝手に最新になっていくんや。勝手にじゃないけど。な。それでこと足りると思いますけどね。